ではこの INFJ さん、はい、組織への貢献の仕方、はい、人のニーズにどう応えていったらよいかについて見通しを持つ、うん、責任を持って最後まで一緒にやっていく、はい、着実に誠意を持って課題をこなす、一人で集中してできる仕事を好む、うん、複雑な人間関係や入り組んだ課題を整理する、うん、なんでこの人は人のニーズに見通しを立ててあげようってなるんですかね。 FE だからじゃないですか。外交感情、外交感情、そう、どうして内面をって話じゃないですか。人のためにやった方が私は幸せになれるんだって同じような理屈を、リータでは、うん、リータでなければとは思います、うんうん、でその人が素でそうやって思ってればそういう風になるわけじゃないですか。なんでって、自分を磨くよりも人のために働いてる方が絶対成功するよ、あ、そっか、もうみたいな、全く合わない、あ、そっかここで分けられてるわけですね。そうそう、っていう感覚なんじゃないかなっていう。あ、そっか、じゃあ向こうからすると、うんうん、僕が言ってることはわけがわからない、わけがわからない、何自分自分って言ってるのって。そんなことよりも人のために働いた方が絶対いいよ。じゃあ僕は自分のことをやることが人のためになってるんだもん、うん、あんまなんかそういう感覚じゃないですか。だから人がどういう状況かを見てるみたいな。人って完璧ですね、なバランスが取れてますね。まあいろんなタイプがいるって話ですよね。バランスが取れて完璧だ、はい、やっぱり、うん、なるほど。というINFJ さんのリーダーシップスタイルは、うん、人や組織にとって最善のことは何かを見極める、うん、自ら欲求せずとも他者から自然と協力を獲得する、静かに辛抱強く行動していく、ひらめいたことを現実に変えていこうとする、断固とした態度で他者の理想を支持する。もう意味がわからないんですよ。意味は分かりません。断固とした態度なんですよドーンって、うん、俺はやるぞ、うん、何をって聞くと、うん、他者の理想を支持するってそはぁって僕分からないことはないですよ何って、うん、断固としてるんですよ。断固として人の支援をするんですよね。ちょっと何を言ってるか分からない。人のために働くんだって話ですよこれ通訳必要ですよ。もう僕は分かりますよ、言ってる意味は分かりますよ。いや僕こんなことやりたいんだよね、うん、断固としてそれを支持するよって、うん、もう全力で応援するよみたいな熱い熱い無理無理無理みたいな、まあ、言ってることは分かるじゃないですか。自分がするかっていうと、言ってることは分かるけど、うんうん、え、なんか得ありますって、うん、分かりますよ、その感覚は分かりますよ。だけどまあ、うん、そうやって言われたらそんなないとは言わない。あ、そういう人もいるんだなみたいな。あ、いい、これなんか下心はある。下心、下心があるなら分かるんですよ。下心っていうか、まあ FE なんで、この世の中で生きていくためにはそれで周りに合わせてやってた方が絶対うまくいくみたいな。だからさっき言ってたじゃないですか、自分の内面を磨いた方がなんかこういう目の前の問題も解決していくんだみたいな、はい、そういう思い的なものがあるんじゃないですか。みんなのために働いてる方が、なるほど分かんないです。INFJ の人いれば、でもなんか、あ、ちょっと待ってね、うん、やってあげるじゃないですか、誰かに。僕がやってもらうじゃないですか、はいはい、ありがとう、僕幸せになったよ、うん、幸せってなるんですか。で、あ、だからさっきの説明だと自然と他者の協力も得られるみたいな話じゃないですか。あ、確かに、やってもらったら、うん、この人のために何かしてあげようかなっていろんな人に種をまいてるそれを下心っていうと下心かもしれないけど、そんななんかやったらみたいなことは思ってないじゃないですか、自然にやってるみたいな。なるほど、はい、そうやってみんな支えていかなきゃいけないみたいなことを思ってるんじゃないですか。素晴らしいですね、はいという INFJ さんのラーニングスタイルは自分の深いところと結びつけられるように一人で内省しながら学ぶ、はい、自分の深いところと結びつけられるように一人で内省しながら学ぶ、うん、何を見てるんでしょうね分かんないです概念や関連性を主眼に置いて、うん、複雑に絞り込んでいきながら体系立てて学ぶことを好む、うん、まあ、NI のことを言ってるんでしょうね。
その感覚はまあわからないですけど、 INFJ の課題解決のアプローチ、内面に生じたビジョンから可能性を見つけ、これが N 特に人や価値観と関連することに焦点を当てたり照らし合わせながら、これが F、解決しようとする。この河合駿さんの本にもありましたが、はい、その自分の中にもいろんな見方を持っておくと、要はいろんなところからバッて光を当てると、よりそのものが立体が明確に浮かび上がるみたいなところで言うと、照らし合わせながら、はい、違うんですよ、価値観と関連することに焦点を当てたり、照らし合わせながら解決しようとする、まあ、結局自分の中のビジョンがあり、あとはそのいろんな人のっていう、まあそんな感じなんでかなと。違う本を持ち出してはいけないんですけど、はい、INFJ さん、カーシー博士に言わせると、論理を習得するのもたやすいって書いてあるんですね、あ、それはなんか今この辺なのかなって思ったんですよ。まあ理想だからじゃないですか。理想の人ってまあ学ばなければならないじゃないですか、そういう真面目で一生懸命コツコツやるタイプっていう印象ですけどね、なるほど、僕も NF だとしたら NF かもしれないですけど、はい、置いときましょう、すいません、はい、でより良い解決に導くためには、将来に関するビジョンに客観的な観点を考慮したり、はい、T、そのビジョンの実現のための詳細や具体的な情報も取り入れて判断する、これが S、 必要があるよと。この具体的な情報、詳細、はいはい、S、 これって何、具体的な情報ですよ、目に見える情報。あの N の人ってこう空想が入るじゃないですか。これは美味しい、はい、だからあの人は絶対喜ぶはずだ。 S からしたらこれは美味しいけどあの人が喜ぶかどうかわからない、食べさせてみないととか食べさせて喜んだっていう経験がないとあの人が本当に喜ぶかどうかまではわからない。だから可能性はこうみたいな、だから本当に目に見える情報を信じるみたいないや、おっしゃってることは分かるんですけど、はいはい、でそこに脚色していく感じですよね、 N の人は。そこに想像が入るというか仮説が入るみたいな認識してます。喜ぶかなは思ったりしますよね。喜ぶかなは思ったりしますよ。でも絶対喜ぶみたいな、これ絶対喜ぶだろうみたいなところまで信じることはできない。ああ、じゃあ僕がよくやる、はい、怒られるかなも近いかもしれないですね、だからこの怒られるかなは思いますけど、はい、でも怒られるかどうかは分からない、やってみないとみたいな感じ。だからそこで落ち込んだりすることも、落ち込んだり喜んだり嬉しくなったりすることもないみたいな。おっしゃってることは分からない自分がどこなのかが分からない、はいはい、まあそれが苦しくももうないんですけどね、50歳まで来ると、すいませんINFJ がこの無職場環境、人の幸福感に何がしか貢献するための強い理想が大切にされる、独自の捉え方やアイデアを出したり自分の価値観を表明する機会が与えられている、対人関係の調和が保たれ互いに思いやる、一人一人の要望に耳を傾けながら仕事を進めていけるような仕組みがある、独自の捉え方や洞察が奨励されている、静かに時間が流れ内省する時間が守られる、組織立っていて計画性がある。こんな職場ないですよまあ絶対ないかどうかはあれですけど、ないですよね、なかなかないですよ、なかなかないですよ、はい、だからまあ辛いんでしょうね皆さん、まあでもみんなないですよ理想の職場とか完璧に自分の理想に合う職場ってなかなか。今ご自身でやっててどうですか。まあ楽しいですけどね
僕も自分で作ってるんで。そこから直結しますもんね。はい、直結しますよ、働きが。はい、この辺をどう判断するかですよね、うん、考えられる弱み、自分の考えが見過ごされたり過小評価されていると感じやすい、うん、弱みがですね、うん、感じやすい、見過ごされた、うん、過小評価されてる、うん、うん、批評しなければならないとき、うん、はっきりとものを言わないことがある、うん、優しさなのか、うん、どぎついのか、これは言えねえみたいな。あ、多分気づけてはいけないみたいなとこじゃないですか。あ、なるほど、うん、他者の邪魔をしまいとして自分の内に抱え込んでしまうことがある、うんうん、一途に集中してしまうあまり他にしなければならないことをおろそかにしてしまうことがある、うん、まあ僕と同じなんだとするとファーって熱くなるともう、はい、シューって、うんうんうん、ズキューンってなりますもんね、うんうん、というこの INFJ さんへの成長のためのヒント、政治的な実際的知識を身につける努力をしたり、自分の考えをプレゼンテーションする際のスキルを開発する、うん、タイミングよく他者に対して建設的な意見を表明する方法を学ぶ。タイミングよくって何で書いてあるんだろう。タイミングが悪いんじゃないですか。タイミングが悪いんですかね。からじゃないですか。おい、空気読めよっていうタイミングで喋っちゃうんですかね。そうじゃないですか。まあ、空気読めよ、まあ、言わないんじゃないですか。あー、なるほどね、うん、だとタイミングよくっていうのはなかなか普段言えない人に、うん、タイミングよく言うんだよってちょっと難しいですよね、これ、うん、空気を読んで、はい、言っていいタイミングがあるからねって、うんうん、物事を進める上で他者の意見や提案を自ら積極的に聞くようにしよう。今ここで起きてることに対してそのままを体験できるようにもっとリラックスして時には今に身を任すとありますね、うん、INFJ さんには下心はないんじゃないかな、はい、でしょうね、うん、これ多分二等兵的な価値観でそれ下心じゃんって言いそうって話ですもんね。僕のです、はい、諏訪間さん、全てにおいて常にお互いのウィンウィンの道を探します、うんうん、本当世界がこういう人ばっかだといいんですけどね、うん、自分がそうじゃないですもんね。じゃあでも僕は、はい、してもらったら、はい、こっち来いようですよ、うん、でもしてもらわない、この人たちはして自分からこうでもそれは好きでやってんだろうって。だから世の中みんなそうだったら多分幸せ。そっか、老子先生も言ってますもんね、うん、